ここまでちょっと行ってみましょう。ここでブーッと行ってみましょう。これね、ちょっと一旦上がってみましょうかね。上がりましょう。降りてきたんです。撮れます。あ、これやね。これちょっと動画で見ましたね。今度もね、動画でね、あんまり動画アップされてないんですけどね、ここ見ました、見ました。ほんでね、この辺をね、この辺をずーっと歩いていくと、なんかね、なんかのっぽら原っぱかなんか出てきましたけどね。こんなんですよ。なんかな、何の花かな。なんかいっぱい花が咲いてますね。桜ですかね。桜が咲いてます。ずっとね。ほんで、これこれ、この木。この木がね、なんか印象残ってるんだよ、この木がね。この木をね、みんなくぐって行きはりますよね。それでね、ちょっと行くとね、階段がなかったんやけどね。ここから見るとね、199メートルぐらいあるのかな。200メートルないんですってね、標高は。だからおそらく、この辺が60メートル、70メートルあるよ。100メートルちょっとかな、上がるとして。え？どちら？こっちか？違うな。やっぱこっちやろな。もう降りてきたらこっちやわ。こっちと思いますね。いやいや、みんなな、これをよう言ってはんねんけど、この道をよ。この道を、ほな、この道行くか。書いてないけどね。これをみんな言ってはんねんな。この野っ原を歩いてはるということはね。ということで、それを言ってみましょう。うわ、綺麗な花が。だからこれ行けるはずやろ。こんな道を歩いてはるから、みんなね、あの動画が間違えてなければね。うわー、綺麗な花咲いてる桜が、ほら、いや、綺麗綺麗。桜がまだ、桜がいっぱい咲いてます。わしの感覚が間違えなければね、これでね、ちょっと遠回りになるけども、緩やかなね、登りのはずなんだけどね。どうでしょう。ここなんだ。これはなんだ。これは怒りかなんかいっぱい置いてあるぜ。怒りやね。これやろな。いや、こんなとこが通ってなかったぞ。そんなとこ見れなかったな。まあちょっと行ってみましょう。これは本物の登山道みたいですわ。おお、なるほど。これ林野庁になってんだよ。これはここはね、国有林業で、ね、言ってましたね。ここね、上がってみましょう。間違ったかな、道を。何してんの。おお、なんかな、ちょっとなんかわからんな。ヒヨドリか。いや、ヒヨドリですね。えら慣れてまんな。おい、おいで。来へんわな。手の届くところに、はい、もう行ってもだか。手の届くところまで前におんねんて。こういうところはね、動画で見てないんですよ、ここ。こんなとこ歩いてあったかな。なんかね、左が、もう崖で、ほんで見晴らしが良くて、ほんで、
大和三山やら二条山やら桂山が見えますよ言うて、そういう説明ものすごく多かったんやけどね。ありますね。なんかね、あれは何の鳥の声かね。ずっとね、鳥がいっぱい鳴いてますわ。なんだ。でこれは、これは下がったりぞ。これずっと周囲を回りながら上がっていくんじゃな、これおそらくね。で途中からね、奈良盆地や大和高田やなんか見ててね、動画を載せてあるけどね、動画やったかな、いや写真かもしれないね、ブログの。で非常に登山客多いというふうにみんな言うてはんねんけど、ちらっと見ただけよね、2、3に朝はものすごい言うてね。今朝やけど、朝9時、ちょっと待ってくれかな。いや、8時か8時待ってくれか。こうか。これは何？左？いや、右の方が良さそうやな。右行ってみましょうか。何何？結局同じとこ出るんかい、これ。同じとこ出るんですわ。こっちからもこれでね、ここからもね、なんか道がありますよ、ここね。ほんでいっぱいね、しぐしぐしぐずっとつけてありますわね。迷う人がおんのかな。まあね、迷ってもね、100メーターちょっとぐらいの山やからね、下ればなんとかなるんですけどね、こんな山はね。こんなんです。ほんまに大きな切り株が。待てや。まだ待てや。これ頂上じゃないやろね。これ頂上やったら二条山でも。うわー、これなんか台風で倒れた。これこのことかいな、台風で倒れたって。すごいことになってます。これ。根元から。これね、杉の木かな。1本、2本、3本、3本、3本もたたいてあるけどさ。ほんで、これずっと上がるしかないやろな、ここ。これ上がってみましょうか。ほんで上がって頂上やったら、あまりにも近すぎて、ちょっと、メンクラウンやけどね、これ。ねえ。これ。この辺も山道になってますね。ねえ。これがいいね、山道がね。これ。え、こっちも道あるぞ。こっちやな。こっちですわ。これも頂上？まだやな、なんぼなんでも。ほら、そうやそうやね。まだまだ。これ頂上やったらね、ああいう感じやもんな。ということは、うわー、木が倒れてますわ、これ。ものすごい。去年の台風すごかったらしいんやけど、ほんまやね。
ここで根こそぎ倒れてます。この辺は、いやー、弱く倒れたんで、これ、何も倒れてますわ。ほんで、これね、ほら、いろいろ切ってますわ、木を通れるように。まだね、まだ半分も来てませんね、これ。あのね、皆さんが登ってたらね、あの右左が崖地の見えんからね、これこういう登り方したら右が崖はあって左崖はあれへんな。ねえ、こうか、これね、これ道どっち行くんだ。道こっちか、左か、これ左やね、左行きましょう。見当たらんな。199m をバカにしたかんな。こんなや、ちゃんとしたね、岩もありますよ、岩も。これやな、これは、こう、このやつ、岩場ですね。これ、雨が降ったら滑るね。こうね、ほんで、どっち行くんだ。これを、右行くんか。いいやね。いや、やっぱりね、急激な登りになってるとこね。ルート選択が誤ったかな。これやね、これあるかもしれないな、ここ。これはね、登山道になってます、登山道。普通のこれはもう登ればいいんだよ、これ。登山すぎる、これこれこんなんです、こんなんです、ほんでこんなんです、こんなんですからね。えよいしょ、これ降りるの大変やぞ、これ滑っちゃうね。これやな、ちょっと急な登りがちょっと続いてますわ、急な登りがね。ここ行こうか。こんなとこはね、動画見てないな。こんな急激な登りをね、みんな取ってはらへんねんね。あの、原っぱ辺まではね、どう取ってあるか、頭も、頂上品の動画ばっかりやからね。来まへんな。ちょっと上がりましょうか。こんなんですよ、こんなね。よしよしね。ちょっと半分バカにして登ってきたんやけどね。たった 100m ちょっとやないかいですね。ところがどっこいね、靴も登山靴も履かんと。